チャオアチャです。今日は3月の25日日曜日かな、はい、のアチャの朝ごはん作っていきたいと思います。はい、今日もダブルソフトです。ダブルソフト何しようかな今日はね。まだ考えてないというね、考えてから動画を回せっていう話じゃないけども、今日はなんかね、ちょっとね、ハム系なものが食べたいのよ。で、ピザソースがもうないの。こう買いに来てないの。で、ハム系なものもないの。何しようかな。何も考えてないね。はい、卵でも焼こうか。ちょっとね、卵で焼きます。うん。よいしょ。では、フライパンに、マヨを乗せて、マヨちっちゃかったな、マヨか。で、卵置いて、塩と胡椒を、強火にして、卵を、よし、目もうそろそろフライパンがあんまりよろしくないんでね、こう崩して。で言います。つかへん。つかない。あ、ダブルソフトがちぎれた。よいしょ。オッケー。これで裏返して。フライパンでね、裏側も焼いて、パンふっくらしてきた。の間にね、コーヒー作ろう。今日ね、ドンキで買ってきた、自分で作れるカフェラテ、コーヒーに入れるだけクリーミーラテ、これ使います。これがね、5個ぐらい入って、多分、5個入って、70円ぐらいやったんよ。ちょっとパンを止めね。で、これをね、このポーションを、カップに入れます。こんなね、白いもん、うん、これにミルクを、ミルクをダーッと入れます。ほんがいいでしょ。まだあるんだよ。残ってあるんだよ。
わお。はい、なんか白い真っ白ケーキのラテができた。はい、とトマトジュース、はい、グラスに酢を入れて、ちょっとおいめあっちゃんはトマトジュースももう買ってある。もう多分今日で終わりかな。はい、終わり。まだ買ってあるんで大丈夫です。はい、では食べましょう。はい、できました、卵をね、卵をフライパンでバッと焼きながらくっつけて、なんていうの、卵トースト。はい、もう簡単やしね。まあ、フライパンがね、結構いいと作りやすい。フライパン作るとどうしてもね、うまくいかへんねんけどね。まあ今ギリギリうちのフライパンでね、もうそろそろフライパンもやばいねんけどね。まあそんなのどうでもいいけど食べたいと思います。ではいただきます。ちょっとふにゃふにゃ、やっこいパンになりました。いただきます。あ、うん、おいしい。うん、で、おいしい。うん、すごいミルキーで美味しいけど、コーヒーじゃない。ちょっと待って、寒いからこれ羽織ってんけどね、寒いからストーブもつけたよ。あ、ついた。今10度です、部屋。あ、自分で作れるカフェラテ風って書いてあるんだけど、コーヒーに入れるだけって書いてあるね。だから、ミルクに入れたらあかんねん。コーヒーに入れたらいいねん。だから、ブラックコーヒーにこれ入れんねん。あとはミルクに入れてもうたよ。じゃあ、コーヒーを入れましょう。これね、インスタントは多分、冷たくても溶けるでしょう。ちょっとコーヒーを入れて、混ぜると、勘違いしてた。ミルク入れたらコーヒーになるもんや思ってた。いつもカフェラテベース飲むから。おいしいおいしい、ミルキーな、カフェラテになる。甘みはないよ、だからすごいミルキー感があるの。あ、鍋の春かスパンフェアやってんの、いいかな。いつまでやろ食べよう。あ、美味しいな。うん、パン大好きやっちゃう。アメリのパンコレクション。いきだよ。最近アメリに行けてないかな。大阪行けてないかな。うん。向かいだからね。うん。おいしい。卵とパンは合うね、もっとマヨ強いってもよかったかも。からん、来週は全国の書かれたうまい味やって、雑誌ミセスが選んだ味やって。あ、そうか、 KCN って近鉄ケーブルやから、近鉄の海のハルカスの特集すんねん。そういうことか、やっとわかったわ。もうかなり見てるけど、新しく、この新しく、ロボっていうのが始めたそうなんですよ。しかし、よくご存知
ですね、ここの社員なんです。 KCN ってさ、奈良のケーブルテレビ、ほんとよくないから近畿ケーブルネットワークやから近畿1円ね。うん、見たことあるんだ、柏原のとこに。なんか、胃が腫れるというか、ふわーっとする。卵はね、美味しいね。卵はね、1日2個食べたらいいねって。うん。うん、トマトジュース。うん。卵って、もう体にいいし、うん。いっぱい来た。筋肉とか、そういうの作る人は、卵、うん、積極的に食べないって。で、生よりも、なんとあの、煮やした方が、うん、半が、ちゃんと固まった方がいいねって。うん。だから、うん。卵を積極的に取るんで、卵いっぱい買ってるじゃん。うん。うん、おいしい。うん、おいしかった。うん、美味しかった。ごちそうさま。うん、コーヒーね、すごいミルキーなんだけど、うん、元のコーヒーで左右されるから、うん、アイスでいくんやったらね、結構あっちゃんはなんていうの、重い系のコーヒー、酸味のあるより酸味が少なくて苦い系のコーヒーをちょっとね濃いめに出したやつ、まあ、エスプレッソで出したやつに、これポーション入れたら美味しいんちゃうかなと思う。だからダブルエスプレッソ、エスプレッソってこのちっちゃいね、ちっちゃいカップにちょっとしか出ないけど、それを2杯出してそこ入れるか、それからシングルのエスプレッソを氷の中に入れて、ダブルもいいかな、ちょっと多めに出して、で氷に入れて冷やしてからポーション入れたら美味しいんちゃうかなと思う。うん、これまあホットも合うかもわからんけどね。うん、カフェラテ好きにまろやかなコクがある。でラテやから普通のコーヒーより、まあなんていうの、あれ、苦いめのコーヒーの方が合うっていうことだと思うよね。うん、だからぜひ、もしこれ買ってみた人は間違わずにコーヒーに入れてください。あっちゃんみたいにミルクに入れたらめちゃくちゃミルキーなミルクになる。でもね、ミルクにこれ入れて、ちょっと甘み入れたら、うん、かなり美味しい飲み物になると思うね。で他、卵入れて、バーッと待って、なんだ、ミルクセーキみたいにしてもいいかもわからへん。いや、ミキサーに卵と、ミルクと入れて、でこれ入れてバーって混ぜて、ギャーって混ぜたら、うん、美味しいんちゃうかなって思う。まだ今度やってみるかもわかんないです。はい、ということでね、コーヒー飲んで、テレビで船寿司やってるの食べたいな。船寿司とかの臭そうなのがめっちゃ好きやから、たこの酸っぱいけどトマト酢が美味しい。うん、美味しい。はい、ということでね、今日、日曜日25日、3月25日もね、元気に、今日もあっちゃんも楽しく一日過ごしたいと思います。で、このね、動画があるのはもう26日の月曜日、あっちゃんちはね、もう春休みで、もう曜日も分からず、ゆるくゆるく生きてんねんけどもね、まあそういうね、子供ちゃんがいてるとそうなってる人もいてるかもわからへんけどね、やっぱりお仕事で、大変な人もいてる。特にね、3月末って年度末やからね、決算もあったりとか、いろいろね、棚卸しがあったりとか、いろいろ忙しいと思うねんけどもね、まず
忙しいよっていうものに追われるんじゃなく、自分から追っかける楽しむっていうことでね、うまくこなせる。ああもうこれいついつまでにやらないといけない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 と思ってたら失敗したりとか、なかなかできへんかってイライラするけどもね、なんか一個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 こうクリアしていく、一段一段クリアしていくって、だからゲームと同じ感覚で、一個一個クリアせへんかったら次出てこいへんから、で一個一個やっていくぞって感じでゆっくりゆっくり楽しくやっていったら、ね、意外とね期日までにできるもんです。はい、楽しく、お仕事頑張ってください。無理せず体を壊すとね、もうそれどころじゃなくなっちゃうんで、無理せず楽しくやってください。楽しくやることで自分のパワー、10倍にも100倍にもなるんでね、楽しんでみてくださいということで、ちょっとねイントネーションがおかしくなっちゃったあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、名前わからへんけど、フライパンでピピピッと作った卵ぬりぬりトーストね、わからへん、卵なすりつけと、なんか汚いね。はい。何でもいいや。はい。適当な名前つけてください。ということで、かっこいいネーミング募集します。はい。ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはん、卵のなすりつけたトースト、美味しそうやな、よかったよって思って、簡単やねとか、作りやすいそうやねって、やってみようって思う人は、高評価をしてくれたら嬉しいです。ね、応援コメントとね、チャンネル登録してみてくれたらめっちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。ではまたね、今日もよろしくね、次の動画でお会いしましょう。